皆さんこんにちは、あおちゃんです。第15回和田剛支配少年野球大会が11月30日から始まりました。今日は開会式の模様と少しだけ試合の模様をまたご案内したいと思います。皆さんおはようございます。ということで今日は、11月30日、今出雲ドームに来てます。今日から和田剛支配少年野球大会が、開催されるということで、私も実行委員の一人としてお手伝いに来てます。今ですね、これから、1回戦、松江市の乃木ライオンズ対出雲市のサダスサノードラゴンズの試合、今シートノックの最中です。